はい、こんにちは。この子猫です。今日の一日一冊は、世にも奇妙な君物語です。まあ、霧島、部活やめるってよ。で、有名な浅井涼さんが、フジテレビの番組、世にも奇妙な物語をリスペクトして書いた、世にも奇妙な物語風短編、5作を収録した本書。いや、すごいクオリティです。もう完全に世にも奇妙な物語でした。ラストのね、ゾクッとくる落ちも完璧です。 あの独特な BGM とタモリさんの語りが読んでいて聞こえていきましたただ面白いだけではありません浅井亮さんお得意の現代社会を風刺する内容も4人も奇妙な物語と噛み合って非常にうまいです私が特に気になったのは第3話タテ金次郎これ保護者からのクレームで本を歩きながら読んでいた二宮金次郎の像が座って本を読む像に変えられてしまっている、まあ、今のね世の中を風刺しています 主人公は幼稚園の先生なんですが、上司である学年主任と揉めていました。学年主任は、園児たちが公平に目立てるよう、かつ保護者からのクレームを交わせるよう、各イベントごとに主役となる生徒たちを均等に割り振ろうとしています。それに対して主人公は、目立つのが好きじゃない園児もいるのだから、そういう子たちを無理に主役にする必要はないと考えています。さて、どっちが正しいでしょうか実際私も迷いました。 直感的には主人公のように演じたちに合った対応するのが正しいような気がしますしかし演じたちの個性に合わせるあまり公平になりすぎてしまうのも確かに違う気もします、まあ、本書においてはまさかのオチを用意することによって一体どちらが正しいかを作者が明示しているわけですが、まあ、実際の、ね、現実においてはなかなか難しい問題だなと考えさせられました、まあ、こんな感じでうにも奇妙な物語風に楽しい物語を展開すす 現代社会への風刺をピリッと聞かせてくれる一冊。ンにもう奇妙なキー物語。読んでいただければと思います。と、このようにこのチャンネルでは毎日一冊おすすめ本を紹介していますので、気に入ってくれた方はぜひ高評価、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。ではまた明日お会いしましょう。バイバーイ。